広島、中日、8日、マツダスタジアム。中日の細川聖也外野手が8日、マツダスタジアムで行われた広島戦の初回に20号ツーランを放った。2022年オフに現役ドラフトで d n a から中日に移籍し、これで2年連続20号。ファンも、細川20号シンプルに神です。あまりにもゲンドラ成功例すぎるじゃん。 中日で20本って細川もう伝説やろこれと大盛り上がりだ動画が当たった瞬間ボールが消えてった中日細川の衝撃アーチに場内騒然1点を先制してなおも一死三塁細川は玉村のチェンジアップに対して最後は左手一本ながら持ち前のパワーで左中間席まで運んだ場内もどよめきに包まれた衝撃弾 広いバンテリンドームを本拠地としながらアーチを量産し、球団では14年ぶりの2年連続20号となった。2016年ドラフト5位で入団した d n a では、7年間で計6本塁だ和製大砲の期待を受けながらも殻を破れずにいた。しかし第1回現役ドラフトで移籍すると、才能を開花させ、チームに欠かせない存在へと覚醒を遂げた。SNS 上では、 細川二重中完全に化けたね。二連連続はもう本物。投稿打てへの現代野球。ホームバンテリンで二年連続2十本は素晴らしいね。三冠王を十分狙える位置にいるからな。ほんま中日に行ってよかったな。ドラゴンズに来てくれてありがとう。現役ドラフトは正義。といった声があった。